11月11日婚活フェスタ2012ということでですね、今ツインメッセ静岡の方にやってまいりました。今日はねハッピーサンバ初披露の日ということでね、しかも婚活イベント自体がね初体験となっておりますけども、こちらの方でねやらせていただきます。今ね会場は設立中なんですけども、よろしくお願いします。ということで会場のね準備もほぼ完了し、今ですね外にお客様がずらーりとね並んでおります。まもなくね婚活フェス開始ということで、どんな感じになってしまうんでしょうか。すごくね楽しみです。ということでねハッピーサンバ楽しんでいきたいと思います。見えないから想像して不安で、でも見えたとしてもきっと天気予報より不安でいさ、あなことは何一つない、たとえ悩んでる時間も広い空に浮かぶ雲の上に身を任せてさ流れてこう。第1部がですね終わりまして、今ね第2部のための準備をねしております。ハッピーサンバのですね、ジャケットを手掛けてくれたですね石津君田さんがねブースを出展されています。すごいですよ、もう有名人の、ね、方もみんなこうすごい特徴をね掴んだ雨が降ってまいりました。レイズのねステージが近づいてきたんですけどもね、降ってきてしまいました。ここでもやってしまったのか。ほんのちょっとだけ気分を上げて花歌を口ずさんでみたりして、少しおしゃれして鏡の前で頑張ってポーズ決めてみたりして、靴ひもをぎゅっと結んだら大きく息を吸い込んだなら、見慣れたドアに手を伸ばしてかかと鳴らして出かけようさ、ときめきに身を任せて幸せを分かち合えるような素敵な君に今すぐほら会いに行こう。ほんのちょっとだけ愛と勇気をカバンに詰め込んだなら、輝く明日へハッピーサンはい、はい、初披露終了いたしました。はい、今月フェスタでのねライブを初ということでね、なんかね、なんかね僕らもちょっとねウキウキしちゃいますよね、ちょっとねしましたね。はい、今顔で、
今日は、ね、今日はこの絵を描いてくれたね、あの石津、はい、君としたのね、はい、あちらのねブースの方で、ね、そうなんですね、はい、井上のね、はい、やられている頃ですね、皆さんもね、あの石津、君としさんをですね見かけましたらぜひね、あの知ってるよということでね、ぜひ似顔絵描いてもらってくださいということでね、ハッピーサンバ、ハッピーサンバでした。はい、引き続き婚活フェスタね、楽しんでいきたいと思います。はい、どうもー、じゃあですね、もうね、あのハッピーサンバのザクモジャケットをですね描いてくれた、石津君としさん、ね、レイニーズの石津です。間違えました、加入で、これは強力なメンバーが、ジャンペ担当です。あら楽しそうなジャケットを担当させていただきありがとうございます。いやー、素晴らしいジャケットありがとうございます。本当に2人の楽しそうなこのジャケットを描かせていただきました。そっくりそっくりありがとうございます。同じ浜松出身ということで、はい、もう浜松出身なので、ぜひぜひぜひ、嬉しいです、嬉しいですね、はい、はい、そんなですね、石津さんです。あのぜひですね、似顔絵にね、描いてね、描いてもらってください。ぜひまたよろしくお願いします。ありがとうございます。バーイ。